レッスン1。無差別級の戦いを繰り広げるジュニア戦士チーム246、近藤修司、カズ林、タッグ最強の証である TNA 世界タッグ王座を狙うチーム246。近藤さん、林さんが組んでデスペラードから2人 TNA のタッグ挑戦者決定戦をやってもらいましょう。そしてあーカーもマッチメーカーの意向によりデスペラードとの挑戦者決定戦に臨む。返せるか、なんとかなんとか肩を上げてまいりました。一瞬航路も慌てたんです。度重なる反則に苦しめられるも見事勝利を得た。決定戦を制し世界へ挑むチーム246。そしてその対戦相手は TNA 世界タッグ王者デイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ。今年に入り TNA のリングに参戦した2人、すぐさま世界タッグ王座に挑戦しチャンピオンを一蹴。瞬く間に世界最強の称号を手に入れた。日米を代表するタッグチーム同士の一戦、今世界最強のタッグが決まるはずだったのだが、前王者ロビー・E、ジェシー・ゴッダーズが前日会見に乱入。世界タッグ選手権が3チームによる3ウェイマッチで行われることとなった。 TNA 世界タッグ選手権、チャレンジャーカズ林、近藤修司VS チャレンジャーロビー・E、ジェシー・ゴッダーズ VS チャンピオンデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ。いよいよ最高のタッグチームが決まります。レッスルマン回戦アウトブレイク参戦に両国国技館大会、いよいよ DeNA 世界タッグ選手権、その幕開け。このタイトルマッチは3ウェイマッチで行われます。まずはチャレンジャーチームの一つ、ジェシー・ゴッダーズ、ロビー・E、その両者の入場を迎えました。元はといえばカズ林、近藤修司組がチャレンジし、ベルトを持つリチャーズ組、リチャーズ・エドワーズが挑戦を受けるという図式ではありました。ただ昨日の記者会見に乱入しました、このザ・ブローマンズ、ゴッダーズ、ロビー・E の2人であります。前のチャンピオンの2人、奪われたベルト、失ったベルト、それをすぐさま取り返すために再びこのマットに上がります。強引なまでにその挑戦を認めさせたゴッダーズ、ロビー・E、その2人であります。カズ林、近藤修司、この2人にとってはまさに今入場してきた2人に横槍を入れられた、そんな形となりました。 TNA とレッスルワンが認めたとはいえ、本来は両チームによる防衛戦タイトルマッチが行われる予定でした。ただここに割って入ったゴーダーズ、ロビー・E、カズ林、近藤修司組としても何としても負けられないこのタイトルマッチということになりました。カズ林、アメリカのマットでのキャリアも十分、全日本のマットでもジュニアの象徴として活躍してまいりました。そしてその後ろ、近藤修司、去年は全日本で世界ジュニア、そしてノアのマットでは GHC ジュニア、ジュニア王者2冠、この実績を作り上げました。今度はレッスルワンでそのキャリアを積み重ねていきます。世界を股にかけ DNA 世界タッグ、そのベルトを果たして手にすることができるのか。意外にもカズ林、近藤修司、この2人でまだベルトを手にしたことはありません。2人でのタッグのベルト、初めて手にすることはできるのか。さあ、そして
チャンピオンチームの入場。エディ・エドワーズ、そして左からデイビー・リチャーズ、その腰には輝いている TNA 世界タッグのベルト。日本での実績も十分、そしてアメリカ TNA に参戦して2ヶ月、その参戦2ヶ月でタッグの頂点に上り詰めました。王者として今度は挑戦を受けるという立場になりました。このタイトルマッチの舞台に3つのタッグ、スリーウェイマッチで行われるタイトルマッチです。果たしてどんな展開が待ち受けているんでしょうか。世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。ファーストコーナー、チャレンジャーチーム TNA 178cm 100kg、 ジェシー・ゴンターズ。昨日の記者会見では乱入やりたい放題でした。 181cm 91kg、 ロビー・イン。いきなりの乱入で挑戦を認めさせました、ロビー・イー。セカンドコーナー、チャレンジャーチームレッスルワン、 173cm 100kg、 コンドー・シェイジー。ジュニアらしからぬそのパワー、近藤修司。 173cm 83kg、 カズ・ハヤシ。ジュニア界切ってのテクニシャンでもありますカズ・ハヤシ。アメリカでの経験も豊か。世界タッグチャンピオンチーム 183cm 97kg、 エディ・エドザイ。日本でのキャリアはプロレスリングノアで誓いました。 173cm 92kg、 デイリチャーズ。このデイビー・リチャーズもノアをはじめ日本のマットの経験豊か、そして現在はアメリカ TNA タッグチャンピオンという立場に上り詰めました。さあ TNA 世界タッグ選手権試合、3チームによるタイトルマッチ、 3A マッチで行われます。誰かから3カウントを奪った瞬間にそのチームの勝利、それが決まります。自分たち以外の2チームは敵です。相手から3カウントあるいはギブアップを奪えば勝利。バトルロイヤルと違って2組の間で勝敗が決してしまえば、直接勝敗に関わっていない1組も負けが決定してしまう。ですから時にはさあカットに入って相手チームを助ける、そんな場面もあるかもしれません。まずはその出だし、赤コーナーにザ・ブローマンズ、青コーナーにチャンピオンのウルブス、そしてニュートラルコーナーにチャレンジャー、勝林、近藤修司組。先発はロビー・イー、勝林、そしてチャンピオンチームデイビー・リチャーズ、3人が様子を伺う。あとどうだ、そのいや違う、この辺りはその相手 の照準を定めるというのも難しいということが言えるんでしょうか。小林さん、はい、このスリーウェイならではの難しさというのはどんなところですか。いや、やっぱりね、その一人の相手に気を取られてるとやっぱりもう一人いますからね、はい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 、ですから協力し合って協力し合うっていうのも難しいですよね。できないわけなんですよね、はい、バトルロイヤルとそこが違う点です。2人で協力して残る1人をということはいけません。さあこれで決まればその瞬間に試合は終わります。ですからある意味3人がそれぞれ孤立しながら試合を進めていかなければいけない、うん、そうですね、ですから当然頼れるのは自分のパートナーただ1人ということです。そうですね、この辺り今勝林とデイビー・リチャーズですが、あとファイナルカットにはいけない。今度は垂直にはいかない、かわす、キック、かわす。この辺りは相手の動きを見切っている。あっと額の辺り、しかし後ろにいる、後ろにいる。あ、すぐさまリングから出てしまう。新井さん、はい、今これ3ウェイマッチですが、実質やってるのはこの勝林と今あの、はい、エドワーズですけども、そうですね、今、あのリングの外で見守っているのがブローマンズの2人ですね。そうですね、まあ、
こういったところは駆け引きですよね。駆け引き、でチーム246の場合は、はい、今のチャンピオンチームとできることに対して、まあ、逆にやりやすいとは言ってたんですけども、計算が完全に狂っちゃいましたよね。あ、なるほど。全く未知の相手を相手にしなくちゃいけなくなってしまったわけですから、はい、ですから今リングの外にいる、あとそのここで介入してきた、ここで入っていましたね。相手が何か自分の目の前で勝負が決しようとした瞬間にそこは邪魔しに行かなければいけない、ね、そうですね。この辺りは非常に難しいですよね。でこういったところで一気に今度は存在感を表してくる、そうですね、まあ、このブローマンズというチームはまだ結成してから1年も経ってないチームなんですが、はい、まあ、昨年の秋にタッグチャンピオンに上り詰めて10月でしたかね、そうですね、はい、ビッグマッチでタッグ王者になったんですけれども、まあ、今回落としましたけれどもね、まあ、DeNA の新しい世代の、ね、チームと言っていいんじゃないですか。そうですね、そこに入ってきたのがこの王者チームのウルブツですよね。で彼らも DeNA に入ってあっという間にベルトに、ね、手が届いてしまいましたよね。今年に入って DeNA に参戦、はい、ですから2ヶ月で王者になったと。そうですね、2ヶ月経ってないですよね。あ、これはダブルでのトペ、まあ、ただこのチームっていうのは会見でも言ってました通り、はい、日本で鍛えられたチームであるし、まあ、チームというのはここに育て上げられてきたわけですよ ね、 すね、日本の道場、日本のプロレススタイル。そうですね、はい、ここロビー飛んでいきましたがかわされました。でアメリカの ROH でタッグを組んでアメリカンウルブツというチームがでやってたん で、はい、でそこで ROH の世界タッグも取ってますんで、まあ、ここで TNA 取ったのもね、まあ、不思議じゃないなって感じはしますね。もう納得できる実績 ね、はい、実力十分というその2人、日本と他のアメリカで実績は作ってきましたからね、はい、まあ、このあたり両チーム2チームに大技が出るという中で、小林さん、ここまではリチャーズ、エドワーズ、このチャンピオンチームが優勢に進めていると見ていいですか。そうですね、小林さんもよく知るこの2人だと思いますか。はい、TNA の王者チームですよ。そうですね、もうチャンピオンになりましたからね。エドワーズもノアの練習生ね、その時代、はい、小林さんもよく知ってると思いますけども、はい、よく頑張りましたよ。あ、ここは風林に標的絞っていこうというところ、おっと一回転式、さらには飛んでくるリシャーズ。さあこれで抑え込んで決まればその瞬間に防衛になるわ。まあ、まだTNA のベルトを巻いた日本人の男子レスラーっていないんですよね。はいはいはい、ですからここでね第1号になれるかどうかチーム246が。そうですね、それはすなわちレスルワンに初めてベルトをもたらすということになりますので、ね、はい、おっと、ここは強引に外に突き落としていきました。近藤も勝林も2人でベルトを持ったタッグのベルトを持ったという経験はありません。はい、ですから初めて、そして TNA も初めて日本人王者を迎えるという、そうですね、チャンスですからね。まあ、2人ともカズ選手も近藤選手も世界レベルの選手ですからね。はい、まあ、カズ選手は WCW アメリカですね。そうですね、で近藤選手はメキシコデビューですから、もう海外でのキャリアも十分という2人、はい、ですから外国タッグこの辺りとの対戦も、まあ、ある意味対応は新井さんできそうですね。もちろんそうですね、はい、はい、ただこのチームはやっぱり未知数なの でしかも3ウェイということで、まあ、チーム246には、まあ、若干ちょっと厳しい条件になってしまったかなという気はしますね。そうですか、チーム246、勝林、近藤、修司組です。この辺りは昨日の記者会見に乱入してきて同じようにこう暴言を吐きながら挑戦させろと強引に挑戦を認めさせた2人、ゴッターズ今入ってきました。そしてリング内にいたロビー、その2人でカズ林を捉えました。まあ、元々この2人がベルトを持っていたというところ、ベルトも奪われてもう一度取り返しに来たという両国のこのマットです。いや、ただ勢いというのは小林さん見るからにありますね、この2人ね。ありますね、はい、はい、ベルトを失ったばかりとはいえ何かこうそうそう簡単にベルトを他団体の選手に、あるいは日本人タッグに持っていかれてはという部分もあるんでしょうけども、力もありますね。ボディービルダーとしての活躍もあったというこのゴッターズ、新井さん、まさしく見せつけてますね。はい、いや本当ですね、この辺りはもう本当にヘビー級のパワーというかそれを超えてますよね。バーベルではありま
ません。レスラーの体を軽々と持ち上げる。バーベルですと小林さん、はい、あのもちろんね物体ですけども、はい、生身のものをこう持ち上げて上でもこう逃れようとしたり動いたりする難しさもありますからね。そうですね、人間を持ち上げるのは難しいですよ。これを軽々と持ち上げて投げてしまう。この辺りゴッダーズ力強いですね。100キロはありません。99キロ。この画面に映ってるのはロビー E、 この選手は91キロ、180センチ。ダブルでの攻撃か、高橋かわした。この辺はうまさを見せる。そしてシンクラッシャーを一つ奪っていきました。いや今カズ選手がタッチ求めようとしたところでね、容赦なく入ってきましたね。そうですね、まあ、これが3ウェイですね。今カズ林の思わずパートナーかと見間違えてしまう、このリチャーズの存在でした、はい、さあカズ林のパートナーはこの近藤修司。近藤全日本プロレス時代は世界ジュニア、そしてノアのマットでも GHC ジュニア。さあここはランサルセに行くか、まあ、近藤選手はジュニアですけれども、もうパワーはもうヘビー級ですからね。やはりそうですね、小林さんも、まあ、この辺りは真っ向勝負ですよね。この辺りも小林さん、はい、近藤修司のパワーというのはもう十分ね。いやもうこの彼らに負けてないですよね。そうですか、はい、これヘビーの選手にとってもこれ怖いじゃないですか。あもう すごいパワーですよ、この辺りも自分の動きを軽々と見せつけながら、パワーを見せつけながら。いいですね、ここはしかしゴッダーズがよく見ていました。ただ今度はリチャーズも入ってくる。目まぐるしく3チームが入れ替わります。ここはハンドスプリング式、いや全く油断できないですね。そして DDT 強引に行く。トラスキック、今度は別の相手が入ってきた。近藤のラリアットをかわす、持ち上げておいたところ、この辺りはパワーで両国も湧いています。こうなってくると小林さん、ある意味誰がパートナーで誰が敵なのかというのもね、分かんなくなってきますね。それぐらいの混沌としたという、まあ多分ねリング上では誰がチャンピオンっていうのはもうなくなってると思いますね。そうですか、とにかく自分のパートナー以外の誰かを仕留めればいいわけですね、はい、そうですね。単純に考えれば自分のパートナー以外の誰でもいいのでスリーカウント奪えばいい、リバウンド奪えばいい、はい、そういうことです。その瞬間に勝負は決まります。3つのタッグチームによる世界タッグ選手権、 TNA 世界タッグ選手権。ただ3ウェイでこれだけスピードが速いとターゲットも絞りにくいでしょうね、これね。あそうですか、ある程度予想様子を見ながら見守っているという展開はありません。それぞれ3チームがご覧のようにリング内でしのぎを削り合う。一つカットに入ってきます。まあ一人分担してもね、もう1チームあるわけですからね。そうなんですよね、はい、本当に油断できないですよね、はい、そうですね。現時点ではザ・ブローマンズの2人、ゴッダーズとロビー、その2人が今リング内にはいません。まあ、このあたりねブローマンズは多分狙ってるんだと思いますよね。なるほど、今ここはあえて様子を見ながら決まりそうな時にそれをカットに行く、はい、そして自分たちが勝利をそのまま収めてしまう、そういうこと考えてると思いますよ。そんな瞬間を狙っているのかもしれません。どこで入ってくるか。ここは片足がデイビー・リチャーズに対して、いやしかしここは迎撃、バックに回る、バックに回る、そして前からはエドバーズ、その力を借りてジャーマン、この辺りのコンビネーション、ドロー。でもこれ仕上げにかかってますよ、このチームは。さあ、はい、ここで決めるか、とコンビネーション、ただここでカップに入ってくる。勝負を狙ってましたね、やっぱり。ここで入ってきました。勝負を決めさせない、2組で決まらせてはいけない、自分たちは決めなければいけない、そういう試合です。さあ今度はザ・ブローマンズの2人、ゴッダーズとロビー E、 その2人がカズ林を捉えました。駆け上げる、さあブローダウンに行こうとしたところ、そうですね、ブローダウンに行こうとしたところ、ここは近藤修司、バルベルコム、バルベルコム、チャンス、チャンス、ここでどうだ、
この丸め込み、これも風足の一つの持ち味。2週間前の挑戦者決定試合でもこの枠で決めました。さあここはコンビネーションを見せていったチャンピオンチーム、起き上がりざま。しかしゴッダーズダブルでラリアット決めていく。さあカズ林を決めるか。ここで返した返した、危なかったですね、ここは返しました、返しました。カウンター2、ベルトが、ここでブローダウン決まった。タイトル移動、タイトル移動、新チャンピオン TNA 世界タッグ王者ザ・ブローマンズの2人。タイトル移動ですけど、移動は移動でもレッスルワンではなかったですね。そうですね、ゴッダーズ E、 この2人、ブローマンズの2人がタイトルを手にしました。ベルトを奪われ、そのベルトを奪い返したというこの2人、前のチャンピオンでもありましたゴッダーズのロビー E、 この2人が昨日の記者会見で挑戦を強引に認めさせ、スリーウェイに持ち込み、そしてそのベルト再び手にしました。いやでもこのチームはね、日本で名前挙げますよ。そうですね、小林さん、このチーム、この両者の何でしょう、今日の試合を決めた何かうまさというのはありましたか、どうですか。いやー、他の2チームもね、良かっただけにね、そうですね、本当にね、残念ですよ。この3ウェイの戦い方をよく知っているという、そうですね、ね、そんな、うまかったですね、印象ありますからね。新井さん、ある意味3ウェイに持ち込んだ時点 で、はい、そうですね、この2人が何かね、うん、やっぱり作戦勝ちと言っていいんじゃないですかね。そういった意味ではこの3ウェイという形式にタイトルマッチを変更させた、うん、そのあたりで何か勝機というものが巡ってきたのかもしれません。いやでもチーム246もあと一歩だったんですけどね。そうですね、試合を優位に進めていたのはチーム246、勝林、近藤修司、あるいは王者組、リチャーズ、エドワーズ組だったのかもしれませんが、ただこの3ウェイの戦い方、勝ち方というもの、これを熟知していたのはゴッダーズ、E、この2人、ブローマンズの2人ということが言えるのかもしれません。まあ、246、また挑戦してもらいたいですね。そうですね、はい、最高のタッグ、その称号はゴッダーズ、ロビー E、 この2人とこの手に渡ったということになりました。ただこれからまた TNA のマットの上では、新井さん、はい、このベルトをめぐるまた争いというのが激化してくるのが間違いないですね。ますます激しくなってくると思いますよ、はい、いや日本のレッスルワンを、ね、どんどん巻き込んでもらいたいですね。そうですね、このあたりもレッスルワンをはじめとして果たしてどの選手が挑戦、名乗りを上げていくということになるんでしょうか。再びベルトをもう一度自分たちの腰に取り戻したジェシー・ゴッダーズ、ロビー・E、 この両者ということになりました。ベルトを取り戻し、笑顔を見せ続ける、白い歯を見せ続ける、そしてその勝者の証でもあるベルトを肩に、この余韻に浸っているというジェシー・ゴッダーズ、ロビー・E、 新チャンピオンです。 DeNA 世界タッグ選手権3ウェイで行われましたタイトルマッチ、新チャンピオン誕生ということになりました。